はい、やってきました。タツトラブでございます。パースの近くのドニーブルックに来ておりまして、今回なんですけどもね、友達の車がなんと残念ながらね、下が完全にやられております。今日はワイナリーにね行ってワインを飲もうと優雅な気持ちでね、休日を過ごそうと してたんですけども、まあこういう形になってしまったのですね。ただいまですね、だいぶ掘ったんですけど、下噛まないですね。そこがメインロードでこう入ってきて危ないんちゃうかっていう話はしてたんですけど、まあいけるしょというね、気をつけた方がいいかなと思います。まあ、こんな感じでね、今ね、めっちゃ頑張りました。一応こう掘って木の板を入れたんですけど、空回りというかと、そのタイヤが擦れちゃって焦げてる匂いもするし、僕らが向かおうとしてたワイナリーがずっと先にあるので、彼が来てくれて引っ張ってくれるということになりましたので、今待っております。こういう時は本当に助かりますね。OGのフットワークの軽さはめっちゃ助かります。日本だと多分そうはいかないと思うんで、見てくださってる皆さんはこういう時にどういう対処をしたらこう車が出れるのかっていうのをね、教えてコメント欄にいただけたら嬉しいと思います。まあ、こんな感じで日産のプルサーさんでした。これから何するの？ウクレレを。落ち着いてウクレレを。沖縄県民さすが。もうすぐ今日が終わる。はい、ということでですね、王子の方が来てくださいまして、おじいちゃんなんですけど来てくれてね、今リンクが引っ張ってるんですけど、この紐をですね、おじいちゃんの車の後ろにつけると、おじいちゃんの車とつながりました。 OK! 強っ 4WD 半端ねえ 4WD。 いやー、よかった、よかったよかった。ちょっと迷惑をかけてしまったので、よくはなかったんですけども、このおじいちゃんのワイナリーで何かできないことがないかなと思いますので。強かったね、さすが、さすがですよ。超 4WD 強い。ワイナリーファイナリーで、ファイナリーワイナリー、ワイナリーワイナリーファイナリーです。もうすぐ今日が終わる。ミッフェステイツ来た来た、綺麗だな。綺麗ですね。しかもなんか川みたいなのがあるし、めっちゃいいとこじゃないですか、これ静かで。お、来るんだ、かわいい。セミオン、This is the driest. Now, if you don't like it, just tip it in the jug. That's the... おー、素晴らしい。ヘドロ、甘いのをゲット。おー、美味しかったですか？めちゃくちゃうまい。甘い、甘くて飲みやすいジュース。